宮崎の未来に残すべき価値ある文化財。今回ご紹介するのは高鍋町にある餅田古墳群。小丸川左岸の標高およそ50メートルの大地とおよそ5メートル前後の中石地にあり、西都丸古墳群や新田丸古墳群とともに県内でも有数の規模を誇る古墳群です。餅田古墳群の造営年代は4世紀から6世紀と推定されていて、前方後円墳9基と二手貝型古墳1基、円墳75基の総数85基があります。この古墳群は古墳築造の大きな断絶期がなく、古墳時代前期から古墳時代後期までの長期にわたり継続して造営されていたと考えられています。昭和36年2月25日に国指定史跡となった餅田古墳群は、令和3年7月16日に日本遺産の構成文化財に認定されました。この日本遺産は文化や伝統を語るストーリーを認定するものです。平成30年度に日本遺産に認定されていた西都市、宮崎市、新富町の古墳群で構成する日本遺産のストーリー、古代人のモニュメント大地に絵を描く、南国宮崎の古墳景観に新たに餅田古墳群が加わりました。これにより西都市、宮崎市、新富町のこれまでの構成自治体に新たに高鍋町が追加されました。餅田古墳群を代表するのが計り塚と呼ばれる1号墳。この古墳の長さはおよそ120メートルあり、築造当時九州最大規模の名手的な前方後円墳で、前方部が細長い絵鏡の形をしているのが特徴といえます。築造されたのは古墳時代前期の4世紀中頃で、内部には船形木簡を収めた縦穴式石室があったと推測されています。この1号墳から出土したと推定されているものには板流鏡があります。その大きさは 12.5 センチ、重さ 400g で、竜と虎の2頭が顔を向かい合わせた姿が特徴的です。このほか半肉堀式十文円柱大橋もあったと推定されています。大きさ 17.8 センチ、重さ 560g で、白銅質の中座には9つの鍾乳と、その間に渦門と義子孫の銘があります。続いて15号墳。石船塚と呼ばれるこの古墳は、長さおよそ64メートルの遠方後円墳です。この古墳からは阿蘇溶血凝灰岩でできた船形石棺が見つかっています。この石棺は全長 2.45 メートル、幅80センチあり、蓋の半分以上が欠けていますが、1.1 メートルほどが残った状態で発見されました。現在は高鍋町歴史総合資料館に展示されており、石棺の内部の様子や石の質感を間近で見ることができます。山の神塚と呼ばれる26号墳、
これは長さおよそ48メートルの前方後円墳で、6世紀前半に築造されたと考えられています。前方部は大きく広がり、くびれ部のあたりが少し緩やかになっているのが特徴です。この26号墳の前では古墳祭りが毎年行われ、コスモスが咲き誇る中、神事や高鍋神楽が奉納され、古墳に眠る人々の慰霊が行われています。この持田古墳群の古墳からは様々なものが出土しています。その一つが国の重要文化財、賀門帯同公式詩人詩住経。これは25号墳から出土したと推定されています。同じく25号墳から出土したと推定されている詩住経経、これも国の重要文化財に指定されています。このように持田古墳群には畿内や朝鮮半島との関連が想定できる資料となる出土品が数多くあり、当時の主張の勢力の様子が推測されています。持田古墳群、これは遠い昔を知る上での貴重な資料として、これからも後世に残すべき大切な文化財です。